こんにちはアカデミー堀秀夫ですマゾン、Amazon ホリデーシーズンはどれぐらい売れるか、それと今年のホリデーシーズン、どういうふうにね、望めばいいかの注意点、それについてお話します。ホリデーシーズンはね、普段の3倍売れるというふうにお話してましたけど、実際には3倍どころかね、3倍から7倍売れてるということが、まあ、えー、証券アナリストの記事でわかりました。まあ、だいたいまあ、えー、 普段感じているのの、えー、裏付けは取れたかなという感じなんでね、シェアします。これは例えば、ふ、まあ、普段が3000ドル売れてる人はね、えー、11月は9000ドル売れると。で、12月は、えー、7倍、2万1000ドル売れると。まあ大体このぐらいの数字になります。で、毎年ね、えー、初めてのホリデーシーズンの人は、まあその在庫がね、そんなに、まあ、入れられないんで、そんな売れるって実感がないんでね、11月に入ってホリデーシーズン始まると、 まあ11月入ってとか、11月のねえ中旬から下旬になると、急に売り上げ伸び出してね、で、まあ12月に入った時にはもう売る商品がね、売れる商品はもう売り切れちゃって、売れる商品がないから、納品していいですかという話ですけど、こっから納品してもね、もうあの間に合わないんで、まあえホリデーシーズンまでに入れといた商品でえ売れ切れちゃったものはまあしょうがないと。 補充しても、えー、ホリディーシーズン終わったあとで入るんで、まあ、しばらくね、入れといて大丈夫な商品か、値下がりしないのか、ねえー、その辺を考慮して、まあ、追加は入れるか売れないか決めるという形にしています。で、まあ、この3倍、7倍という数字の裏付け、どこから持ってきたかというとね、えー、ホリディーシーズン、ねえー、アマゾンがもう、ホリディーシーズン、覇者になるだろうと。 いう、ね、記事がありまして、まあ、ご存知のように、トイザラス、ね、潰れちゃいましたんで、もうおもちゃのアマゾンのライバルがいなくなっちゃったと、ね、アマゾンに勝てる企業がなくなっちゃったわけですね。もともとアマゾンは、えー、このホリデーシーズンの60日間、ね、11月、えー、12月の60日間で、えー、年間売上の半分以上を上げているということで、さらに、えー、35%は12月だけで売っていると。 でねえー、あそういう数字、やっぱそんなもんなんだなというのを、えー、当てはめたのがさっきの表なんですけど、まあ、50%以上はこの2か月で売れてるわけですね。で、以上がどのぐらいか分かんないんで、仮に50%としても、えー、残りの半分を10か月で割るから、一月あたりの売上割,割合5%、ね。で、11月15%。で、それから12月が35%というのを、ねえー、当てはめたのが先ほどのこの表ですね。 普段が3000ドルなら11月は9000ドル12月は2万1000ドルという形になります去年まではね、えー、もうこれだけ売れるんでもうとにかくねこのために消費探してきたようなもんなんで在庫が切れないようにもう目いっぱい入れちゃってくださいという話をしてましたそれとね売上がある程度普段から出てる人については売上が伸びすぎちゃうとねチェックも厳しくなるんで だからまあ、これようにね、もうアカウントを分散しておきましょうと、ねえー。ピークであんまり増えないようにアカウントを分散しておきましょうという形でやってました。でも今年はね、えー、もう、えー、状況が変わってきて、アマゾン,マゾンはね、えー、キャラクター商品のライセンス管理、かなりうるさくなってきた。うるさくなってきたというか、キャラクター商品をね、販売している会社の締め付けが厳しくなっているので、アマゾンはね、えー、それを放っ,ては放っておくわけにはいかないと。 いうことで、まずキャラクター商品を扱う注意をいつも以上にする必要がある、それから12月のホリデーシーズンは、ね、非常に売り上げ上がって儲かるんですけど、これから始まるアマゾンのオーストラリア、これは、ね、しばらくの間もホリデーシーズンと同じかそれ以上に儲かる可能性があるんで、とりあえずそこに無事参加するのが、ね、今の第一優先事項なんで、まあ、去年とは変わった方法で取り組みます。 でね、アカウント分散も今普通に、えー、分散しても Amazon は全部分かってるんでやっても意味ないですだからね、えー、まずまあ、えー、そうそう自己発送自己発送ね高額商品だけは FBA だと危険なんで自己発送してるんですけど普段はやってる、ね、会員さんももう今年は、えー、自己発送はきっぱり止めてください、えー、今ね割と、えー、テロも増えてますし 当然テロのリスクがあるっていったら税関厳しくなりますからね、えー、止まっちゃいますホリデーシーズンでただでさえ荷物がたくさん来てるところに、えー、チェック厳しくしたらもう完全に止まりますんでねであとそれから物流も、えー、今までは、ね、まだトイザラスの店頭とかで分散されていたのがもうほぼアマゾン1社が引き受けるって形になりますからそうなるとね、えー、物流も去年以上に混乱するとアマゾンもかなり、えー、国境はしてるけど、まあ、どう考えても追いつかないだろうと FBA を使った場合の発送遅延、それから届かないってクレームは、えー、Amazon のせいなんで、まあ、悪い評価ついた時に削除してれば問題ないですけど、自己発送はね、だって税関で止まったとか、えー、自分はちゃんと送ったって言っても通用しないんで、えー、届かないってクレームが続いたらね、アカウントはなくなります。まず、ほぼ確実に、えー、自己発送でおもちゃ売ってたら、今年、 おもちゃを自己発想で売ってたらアカウントは多分なくなりますんでこれは絶対やめてくださいそれからね今まで偽物疑惑がかかったことのある商品えこれはホリディーシーズンにね普段の何しろ7倍売れたら普段の7倍の疑惑がかかってくるリスクがあるんでこれまた確実にアカウントなくなりますんでねえ偽物疑惑がかかったことのある商品の関連商品はもうホリディーシーズン用には納品しないとね 多少儲かる商品だってもね、まあ、その利益よりは無事、オーストラリアに参加した方がまず儲かれますんで、偽物疑惑がかかったことある商品の関連商品は納品しないと。それからそれに関連してね、11月以降はキャラクター商品の新規カタログは作成しないでください。カタログないのをカタログ作って売る場合ね、すでにあったカタログが削除されている可能性が高いです。今のアマゾンは結構参入者多いんで、 カタログがないってのはおかしいいんですねないってことはそれは、えー、ライセンサーがうるさく管理してアマゾンに消させてる可能性があるんでねアマゾンが消したカタログをまた作ってそれを販売してたら、えー、まず、えー、アカウントなくなっちゃいますんでねでそれは、えー、ホリデーシーズンは特に勢いよく売れるんで勢いよく違反商品売ってたらねあっという間になくなりますんで 他の普通の商品でもそこそこ売れて儲かるんで、まあ、この2番、3番は特に注意してください。1番はね、やってる会員さんはごくごく限定されてるんですけど、えー、逆にね、えー、もしかしたらいい加減なノウハウ発信してる人はね、12月は自己発送でも売れると、自己発送で参加できる人はね、もともとアカウントの状態のいい人だからチャンスですみたいにね、 言い出す人が、あるいは言ってる人がいるかもしれないんですけど、それを真に受けるとね、アカウントなくなっちゃいますので、決して自己発送はしないと。これは、おもちゃに限らず、自己発送はもうあの12月はしない方がいいです。11月、12月はね。11月15日過ぎに送ったものは、ホイデーシーズンにかかってきちゃう可能性があるんで、ホイデーシーズンにかかってね、えー、本当にアメリカの運送会社で、アマゾンに叩かれた値段でこきつかれて、従業員とかね、えー、もう、あの、 その商品とかをね届けず自分でもらっちゃうとか捨てちゃうとかいうやつが平気でいますんでこれは絶対にやらないでくださいで2番3番はキャラクター商品おもちゃね半券管理、えー、年々厳しくなっていってますでホリディーシーズンにドバッと売れたものを年明けに見直してあこいつ違反商品売ってたじゃんって言って削除されちゃうとで去年まではね その形で削除されても、割と簡単にアカウントを作れたんでいいんですけど、まあ、今年はね、もうかなり締め付き厳しくなってますので、えー、結構今までと同じやり方じゃいけなくて、今まで以上に金と手間がかかりますのでね、アカウントが消えないように、無事にホリデーシーズンを乗り切って、オーストラリア、アマゾンが始まるのに参加すると。あるいは、ね、ホリデーシーシズンに オーストラリアアマゾンが始まる可能性もあるんで、えー、何しろかにしろ、えー、普段から言ってますけど、えー、アカウントを大事にね、えー、無茶をしないっていうのが今の方針なんでね、えー、それを、えー、よく注意して取り組んでください。また、この商品どれくらい入れたらいいでしょうかとかね、えー、この商品入れて大丈夫でしょうかというのはね、えー、チャットワークの方で質問してください。えー、そんな形で、ねえー、オーストラリアアアマゾン いよいよ始まりますし、ホリデーシーズンね、すごい売れるっていうの分かったんですけど、どっちを優先するって言ったら、もうオーストラリア優先した方がいい。そしてね、ホリデーシーズンは無事乗り切ってね、微妙な商品は扱わないというね、かなり慎重に取り組んだ方が、トータルで来年、来年の年末まで通してみるとね、トータルで儲かる金額が多くなりますんで、その辺をよく守って取り組んでください。 以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。